せーの、おはようございます。昨年もね、来てくれたお二人ですよ。本当にありがとうございます。おはようございます。いやもう、根掘り葉掘り聞いていいですか、せっかくなんで。どうする、タタちゃん、いいの？キャミ先輩にだけだと思ってましたよ。いやもうそれはもう、ちょっと。それはもういやもうお二人ですよ。そんなんもうね、今日とかこういう朝ぐらいしかやっぱ、ね、がっつりお話しする機会ってあんまね、作れないんで、ちょっと俺はね、ちゃんと持ち帰りたいです、今日。はい、あの情報をあ情報をねあすいません、今何でしたっけ、セキロ、俺名前しか知らないけども、なんかダークソウル的なやつがね発売してみんなやってますね。いやそれでね一個ね気になったのが、ライバーが各々の何時から何々の配信をやりますみたいなことをね、スケジュールを調整してるカレンダーを各々書き込むわけじゃないですか。でそれでちょうどくずはくんがその12時間ぶち抜きで赤狼をやりますっていうのを書いてたんだけども、その文面がね何回見てもね、くずはスシロー12時間って書いてあるんだよね。なんか ふざけちゃったのか何回読んでもカタカナでクズハスシロー12時間って書いてあって、で俺その時赤狼を今からみんなプレイするってこと分かんなかったから、なんだろうマジなのかなと思って、マジでクズハ君スシロー12時間の案件取ってきたのかなと思ってめちゃくちゃびっくりして、そしてめちゃくちゃ羨ましくなっちゃって、スシロー12時間さ何するか知らねえけどさ、食いまくるのかな全メニュー、めちゃくちゃ羨ましいと思って、俺スシローの案件超欲しいもん。月の実とリゼヘルエスと鈴原ルル夜ミレナ、この4人でさ脱出ゲーム行ったんよ。意外だよね。なんかね、私ね、もうね、鈴原ルルちゃんとね遊びたかったんだよねわかるかな、なんかさ鈴原ルルを見ているとさ、ルルと俺は絶対に気が合うと思うって思わない、思わないかな。あのさ、鈴原ルルの配信見てたらさ、ルルは同年代の女の子とあんまり話が合わないと思うけど、俺とは気が合うと思うみたいな、わからないっすか、なんかね、その気持ちになってきて、私もあのね、ちょっといや、なんでもないです、はい、ごめん、ちょっと俺のルルから連絡入ってて、俺のルルからなんかチャット来てたから、ちょっとなんでもないです。レジェンドは何使いますか。一応 CR カップはジブです。ジブラルタル、ジブラルタル、初めて聞きました、ジブラルタル、ジブラルタルでいきます。いいよ、あいいっすよ、むしろいいんですか、ジブで。もう今ジブしかできない、呪いにかかってるから。呪い、これ以上は素晴らしい、 いや次世代を担うためにもスポンジジブ、スポンジジブスポンジボブみたいな。え、ももさんというか、あずちさんは、はい、私は、はい、なんかいるだけで嬉しいって言われたので、ブラッドハウンドにします。いるだけで嬉しい、あー、確かスキャンは大事ですからね。あー、そういうことか、あずちさんがじゃなくて、ブラハガか、そういうことか、私がいるだけで嬉しいでしょっていう、すげえ、すげえ、あれかと思いました。じゃあ、みんな初めてだから、私が最初にハントのやつやる。ハンターする、そうそう、ハンターは、あ、じゃあ勝つわ。なんか僕がハンターっぽいよ。いや、今交換って押してるけど交換できない、なんか、あ、オッケー、お互いにやらないとダメなんだね。なるほどね、そうオッケー、じゃあチュートリアルみたいなのがあるね。私も見よう、そう電力疾走、おThis is collab、 始まった、This is collabだよ。コラボ中だ。We're streaming right now. あ、コラボ中だ。ありがとうございます。初めましてだったのに。かわいい。初めましてだったの。逆に挨拶しようよ。あ、ゲーム始まった。多分初めましてだから。あれ、私何キャラ？多分何のキャラやってる？グローバルの場所に今僕らいるから勘違いしちゃったんだろうね、その雑談の。ピザの絵を描いてみてだって。なんか夜にのピザぽっちゃりだな。リーダーのめっちゃ鋭い眼光してるわ。もうチーズがとろーりだよ。あなたの食の思考がわかります。あ、やばいなんだ、あ、今やばいの映った、ちょっと大丈夫かな。別にえ、あれ CM 私のあれ、ちょっと待って、今やばいの映ったかと思った。大丈夫だろ
違う、広告が、広告が。あ、面白かった今。うわ、心臓痛くなった、心臓痛くなった、マジで。なんでそんな大きい、怖いやん、これめっちゃ怖くない？めっちゃ怖かった、マジ。ええ、あ、ちょっと今家が揺れてて、家が揺れてる、地震、いや、あの弟の大パンが、え、な、段ボールに住んでる。え、弟がダーンってこと？うん、え、今聞こえなかった？うん、うん、え、大パンしすぎて骨折れたかもしれんって言ったときあった。俺も昔大パンで小指の皮むけた。えぇ、フェリー、大パンでガラスなのえぐれた皮。弟さんは何のゲームやってるんですか？オーバーウォッチ。ちょっと優等生じゃないですか。まあ僕の好み的にはどっちかって露出少ない方が好きだから。ああ、まあカナカナなんかそういう手で言ってるよね。いや、手じゃなくて、でそういうキャラよねみたいな。もうすごいおっぱいバーンみたいなのよりは、カナカナの感じがいい。そうそうそう、そういうなんか紳士的な手だから。いや、手っていうか好みだね。え、どっちかが好きとか嫌いとかはないんだけど、いやいや、ほんと眼中になし。確かにね、バーンってる。いやいや、違う、だってちょっと若すぎ。あ、それ遠回しにちょっと、いやちょっとみんな見てるとこでそんな遠回しに、ちょっとキモいな。はいはい、剣持さんぐらいですよ。剣持ち喜ぶのは。顎が何？顎はあいつ白じゃ満足できねえから、可愛げがねえっていうから。可愛げがない。ヨラフ、え、のヨラフ、ヨラフさん、ヨラフ、まだ言えないのかな。あ、セーラフか。ヨラフ緑になってる、下が草が生えてるからわかんないんだ。草生えた、わらわら。誰んちなんだろう。え、これセラフさんってこと？え、セラフさんってあるヨーピっていうさ、あの、え、語尾なの？ポンちゃんとハピちゃんか。あ、そのピか。来ました。いや、魔王が勝つパターンだってあるだろ、そりゃ。まあね、魔王が主人公のアニメとかあるしね、普通に。最近はね、そういうのもある。最近多いよね、地獄からリベンジしなきゃ。ニキが地獄から上がってきたき、日本テンペストって呼んで来た。なんてテンペスト言った。リオンテンペスト、あれおもろいよな。おもろいですよね。一人で会話してる。キモ。辛辣。一人で会話いいだろ、一人で会話しちゃって。